自由になって暴れてるバレンタインさん。格闘キャスへようこそ。シンです。今日は第44と第46代日本スーパーバンタム級王者フレッシュガキヤさんがスタジオに来てます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> ちちょっと時間が経ちましたけれども天心 VS ロドリゲスと、えー、中谷隼斗 VS アストロラビオの試合感想について話したいと思いますが、はいまあ、天心の相手に関してっていうか天心のパフォーマンスに関していろんな意見はありまして、ねはい、っていうかまあ僕が思うには基本的にナスカ川天心強くなった、はいはい、っていうことだとなんか全体的にみんなそういうふうに話してる。 と思うんですけれどもだから一人このチャンネルにも何回か出てきてるあの髪の毛がピンクとか紫とか、まあ、季節によって変わると思うんですけどホ<ー> <laughs> ホワワイイトトデーさんそうですねマルタインさんがちょっと炎上したっていう事件もあったんで、はいろいろ聞きたいと思いますが古橋さんは夏川天心 VS ロドリースを見てどう思いましたか いやもう単純に那須川天心選手のレベルがかななり上がったなと思います確かに相手選手は、えっと、その時4位はいそうですね4位ですからますまあ多分その前に1がつくと思うんですけどレベル的に言ったら、うん、多分14位とか、はい、まあ4位には見合ってなかったかなとは思うんですけども、まあ、でもそれでもその前線でちゃんと世界ランカーを倒してのランク入りしてるんで一応、うん、作られたランカーではないと。 自分は思ってますうん、うん、ただ、まあ、その相手以上に那須川天心選手にフォーカスを当てたら確実にレベルアップはしてました一番分かりやすいのは倒せるパンチをちゃんと持ってきた作ってきたっていうところですから、うん、倒せるパンチそれはやっぱり技術、はい、ま,あまあ前世に比べて技術の違いっていうことなんですか、はい、そううでででですすねね、まあ、技術っていうんですか、ね、もう今までは回転で打つ パンチだったんですやっぱりスピードは速くて次の動きにもすぐ備えられるんですけど重心移動後ろ足から前足にしっかり重心を移動して打ち抜くパンチを今回使ってたんでうん、うん、そこでうまさに 怖さも加わったなっていうのが今回感じたポイントですかね。中心移動、はい、まあそうですよ体重を使ってパンチを打つともっと重くなるのは、はい、そうですよね間違いないですよね。でもやっぱりそう打つとリスクもあるっていうことを語ってたので、はいはい、まもうちょっと倒しにこだわってるっていうところはあると思いますか。あ今回倒しにこだわってきたなと思いますね。 試合後のマイクも聞くと結構気にしてたっていうところはあったと思います、ねはい、倒せないと言って誰だっていうかそういうそういうようなテンションだったんで、はい、まあ俺理解できますよねだって前線もまあ慶応多分ね相手を慶応するんだろうと思ってたけどなんか足首を怪我して、はいはい、ある意味慶応勝利が奪われたとも言えるじゃないですかうん、うん、<laughs> 相手にそれはちょっとまあ悔しいよねってうん。 じゃあもうしっかり倒したっていうはいでレベルアップをした次はじゃあ OPBF タイトルを目指すと思うんですけどまあ日本チャンピオンが同門の増田選手なんでそうですねそれはないですよねっていうのと,だと、はい、今の OPBF チャンピオンって誰でしたっけ栗原,栗原さんのファンって全然言ってましたよね、はい、<laughs> その対戦どう思いますかえーえー、ただ栗原さんがこの前この前試合あったんですよ栗原さんが。はい ノンタイトルだったんですけど、マイクでもう、あの試合は、一応判定で勝利したんですけど、この判定は間違ってるってマイクでも言っちゃったんですよ。で、その後、控え室で相手選手に向かって、もうなんか、今回で引退するから、みたいなこと言ってて。<ー>だから、ちょっとその試合が暗礁に今乗り上げてますね。ああ、そうなんですね。栗原さん、本当に真面目なんですよ。真面目すぎる。 はい、ファイターなんで、はい、だ今回の結果が自分自身で一番許せなかったんだと思いますねでそれで引退するんですかって言ってるんですけどいやそれから SNS の更新が全くなくて、はあ、どうなのかなるほど本当に嫌な想像をするのであればもう関係者に「ありがとうございました」っていう挨拶言ってるのかうんそれともいいふにとれば あーは言っちゃったけどまた頑張りますんでっていう挨拶を済ませて正式に SNS でやっぱりやりますっていう発表をしてるのするのかどうかなるほどじゃあもしかしたら悔い、まあのタイトルになるかもしれないかもしれないですなるほどね、はい、じゃあまあ将来は分かんないですよ那須川天心誰といつやるかも分かんないけど、はい、そういうことですねでも世界タイトルを目指していくのは間違いないんで、はい、OPBF か日本タイトルを取ってから世界 に、まあ、向かっていけるっていうルールがあるっていうことなんでそういうパターンになりますね。そうなると、まあ、世界タイトルを目指すことになると、まあ、チャンピオン4人で武井、うんあ、西田、中谷とタクマいうことになるんですけど、はい、どのベルトを、ね、狙っていくっていうのはちょっとなんか興味深いところですよね。そうですねはい どこ行くんですかね。<laughs> そうですね、分かんないですね。中谷純とかもしかしたらあと西田選手ももしかしたら返上して回帰を上げる可能性もあるんで、<ー>もう何とも言えないけど、はい、確実に言えるのはいつか竹井 vs 天心は実現する。あはい、こ、ね、れは間違いないと思います。はい、そうなると今今のところ部はどっちに転ぶと思いますか。 うん自分は那須川天心ですかね、かこの前の試合で評価変わりましたね。それほど印象的なパフォーマンスでしたそうですね、それプラスちょっとやっぱ武井さんの、まあ、まあ初めての12ラウンドっていうのもあるんですけど、超長いラウンドでのパフォーマンスも気になりましたのでうん,うんあの後半、最後の方です、ねはい、そうですそうです <laughs> 天心がアウトポイントするっていうような展開が想像できるそうですねたぶん武井さんとしてはああいう動かれる選手苦手だと思うんですよそれに那須川天心選手がバッチリハマってしまうのでスピードで翻弄されてしまうのかなと思いますねなるほどですねその試合はぜひ見たいと思いますあの天心選手のトレーナーと武井選手のトレーナーが、はい、なんかご飯行って YouTube で撮影したっていうのが、はいはい、あったんですけれどもそれは見てますか見ましたねはいあのどう思いますかあのトレーナー同士がやいやでも自分がもし担当選手だったらちょっと見たくなかったなっていうのはありますねうーんまあ昔から仲いいっていうわけでもないですよねそのお二人はどうなんですかねあんまりイメージないですね<ー>はいなんか昔から友達だったらなんか理解できるけど どうなんだろうなんかどういう風に2人がそういうなんかそれを決めたかも分かんないしお互いなんか探ってるっていう感じなのかなどうなんだろう分かんないけどでも悪く言うとちょっと。 相手っていうかちょっと敵っていうともあれなんですけどでもそういう感じじゃないですかはいだからちょっとなんか僕が選手だったらちょっと嫌だと思って、はい、しまいますね、うん、でも普通のボクシングファンとして動画は楽しくエンジョイできました <laughs> それはあります、はい、<laughs> でもこういうのはもうボクシングで許されるんだねって逆に驚き,驚きましたボクシングって意外となんか 決まりがきついいじゃないですかそうですねはい、まあ、ちょっとエンタメ寄りになってきてるのかなと思いますね、うんうん、なるほどです、ね、ただあれ、のー、自分が井上拓磨選手と戦った時に、はい、自分の担当トレーナーと井上拓磨選手のトレーナー井上慎吾さんが仲良かったんですけど、はい、試合前に一旦もう最後ねって言って 試合どんぐらい前かはちょっと忘れちゃったんですけどもう一切連絡も取らなくなって試合後に改めて乾杯したっていうのはお聞きしました、ね、ああそうなんですね、はい、まあスポーツですけど一応結構危ないことやってるんで <laughs>、うん、相手選手をなんか。 ぶん殴ってるっていうのはあすけど、はい、なんかまあ、ね、実際命がなくなる人は少ないんですけどでもなんかそういう感じのことをやってるっていうとあれなんですけどまあでも危険ははらんでますよ。はい <laughs> はい まあ、もちろん相手になんか悪いことが起こってほしくないんだけど、なんか自分がやっ、それ起こ、起きたとしたら自分がやったからっていう、ちょっとそうすごい格闘技って複雑なところがありますよね。はい、でも自分の選手よりも相手の選手がにな、なんか悪いことが起こ,起こることがあれば、自分の選手じゃなくて、相手の選手になってほしいっていう気持ちは、トレーナー、絶対持ってるんで。はい <laughs> すごい説明しづらいですよ説明すると格闘技ってやばいねってなんか <laughs> <laughs> だんだん思ってしまうんですけど新さん格闘技はやばいですよですよね <laughs>、うん、でもね結構フルレッシュもやってたから40戦ぐらいやってましたもんねあ,あそうですねはい、はい、昨日偶然に久しぶり引退試合を見たのラスト試合はい、はい <laughs> ね、もう全然違う人ですね <laughs> やっぱり戦ってるくらいしたらありがとうございますありがとうございますでも選手ってやっぱりかっこいいねって思いながらやっぱりかっなんか怖いところもありますよねそうですねはいと、うん、いうことで天使の相手が弱かったっていう、うんあのー、発言に対してどう思いますかうーん まあ、4位っていう肩書きを見ると確かにちょっとそぐわないかなとは思います。うん、まあ自分もやる前はちゃんとした世界ランカーですなんて言っちゃってましたけど、はい、やっぱいざ退治すると体もちっちゃく見えましたし、うん、まあ世界ランカーに勝っての世界ランカーですけど、まあ安定した世界ランカーでは なかかったかもしれません、ねうんまあなんか世界最強のチャンピオンではなかったていうかな、はい、ランカーとしてもなんか強いまあ上位に入ってるんだけどなんかこの選手もしかしたらチャンピオンになれるっていうようなランカーではなかったっていうのは過、ねはい、言ではないんですけれども多分みんながバレンタインさんの発言にそのちょっと気に食わないところはその試合が終わった直後の感想がそれっていうことですよね。あーはい <laughs> まあでも一番は多分バレンタインさんの言い方に問題があったと思うんですけど、はい、ただバレンタインさんは一貫して那須川天心選手も弱かったとは言ってないんですよ那須川天心選手はちゃんと強かったけど相手がそれに見合ってなかったって言ってるだけなんでうんうんまあまあそうですよねでもなんか過去の相手に比べると天心の過去の相手ロドリゲスが一番強かったとも言えるんじゃないですかうどう思いますか うんそうですねまあ自分はそう思いますけどねそうなるとでも天心が強かったからロド,ドリゲスがそんな弱く見えたっていう話になると俺は思うんだけどああ、はい、あ自分もそう思いますでもそれよりも最初に思いつくのが天心の相手が超弱いっていうところがまあみんなちょっと好きじゃなかったっていうか。 あまあ天使も絶対そういうのを、まあ、まあ普通に夏川天使に失礼っていうことになるっていうことだと思うんですよねはい、はい、みんなはあとトレーナーともね喧嘩したっていうそうですね,ねまあトレーナーは怒るよねはいそれは全然理解できますいや蒼さんも自分の記憶の中ではすごいアマチュア実績を引っさげてプロに来た初めての人間だったんでうん、うん、もうそれにちゃんと見合ったパフォーマンスをした本当に天才でしたね うーんトレーナーとしてもすごい那須川天心選手と合ってると思いますああサウスポーでしたかはいああじゃあもう,も,うもう完璧なマッチですよね,そ,ですねそこははい <laughs> 難しい質問ですけれどもそのボクシング界のみんなは細川バレンタインさんどう見てるんですかそれど,どう思いますかどう見てるんでじゃないけど でもなんかボクシング YouTuber は唯一じゃないですか,なんかボクサーで YouTube をやってるのは結構いますけどボクシング YouTuber になると細川りバレンタインさんだけだと思うんですけど、はい、竹原さんもボクシング取り上げるんですけどなんか逆に喧嘩自慢を呼んでスパー,ーリングでボコボコにするのが一番人気企画っていうことなんで、はい、ちょっと違うジャンルと俺はそうです、ね、考えてるんで。ちゃんと物申せる 元ボクサーの YouTube やってる人はバレンタインさんだけだと思いますね。うん、はい。はい、だからその YouTube の世界ではボクシングの看板っていうかその顔になっているので、だ、はい、からどう思ってるんだろうって結構気になりますね。だってボクシングのってまた言うんですけど、なんか結構決まり固いじゃないですか。厳しいっていうか。あ、本当異色ですよね。あやって多分何も。 縛られずに発言できる人ってバレンンタインさんぐらいだと思うん京口さんとかもやってますけどやっぱ現役っていう縛りがあるんではい、はいまあ、自由になって暴れてるバレンタインさんって感じですか <laughs> <laughs> 自由になって暴れてる、はい、いいねあれがそれサムネイル決定だ <laughs> 古橋さんがバレンタインさんを見ててバレンタインさんが天使になったら自由になって暴れてるって <laughs> んってサブレイル蹴ってそう, <laughs> <laughs> うそうですねまあでもそういうの必要って言うと必要と思うんです今、はい、までになかったんだよ新しいですよねそうですね新しいですねただ一つだけ言わせてもらいたいバレンタインさん天使のことは好きではない <laughs> 本当にそう思うあそう思いますかそう思う そう思いますだって、その試合の直後の感想が天心強かったっていうよりもなぜ天心はそんな強くないっていうこと自然に考えるところで<ー>もうそういうことなんじゃないでも本人に聞くともうちょっと天心嫌いじゃないよって言うんだけどそれはなんか言葉は決められるじゃんでも自分の率直な感想は決められないからはい、はい、それがやっぱり心に入ってるからっていう、はいはい、そういう真相心理が出ちゃったんですかね。 <laughs> 俺はもうでも別にみんな天心のこと好きになってもつまんないし天心、うん、のことあんまり好き、まあまあ、気に食わないし武井選手に勝ってほしいとかあ体重契約で勝ってるだけとか倒してる相手が弱いとかそういうことを言ってくれる人がいるから天心、うん、の次戦も、まあ、と今後が楽しくなるっていうところなんでそういうぶつかり合いは。 必要なんですよ、ね。はい、うん、だからなんか天津があんまり好きじゃないって思ったら、なんか。それだけ、なんか、ートに言えないんだねって <laughs>。そうですね。自分も含め、多分那須川天心選手をひ、ちゃんと批判してる。人っていないと思うんですよね。うん,う,んうん、うん、うん。まあ、那須川天心選手をバレンタインさんは批判してるわけじゃないですけど。はい。まあ、そうやって粗探しをできる人は、あんまりいない,と思います。いないですっね。はい、って天心選手ってファンが。 まあファンが多いしアンチも多いから、はい、どっちに転んでも自分のファンはつくしアンチもつくっていうことなんですよねだからまあでもどうなんだろう今のところアンチのが多いのかなええそうなんですかわかんないわかんないでもアンチのがうるさいっていうのは間違いないああはいまあキックボクシング時代からもそういうキャラクターだったからナスカ川天心はそういうのもなんか逆に面白くなるからまあでも好き嫌い いるのは分かりますね見ててもああいうのを受け入れられない人は本当に嫌なんだろうなっていう感じはしますしああいうのって那須川天心選手のそういう発言、ね、ああまあキャラクターが苦手っていうのは全然理解できる <laughs> <laughs> 理解できた全然理解だ僕はキックボクシングの時代天心あんまり好きじゃなかったからうんたけるが好きだったしはいはいはい、はい、<laughs> だから直人は天心ファンで俺がたけるが好きだったから<ー>このまあ 俺た YouTube 長い間、まあ、格闘技 YouTuber として、はい、一番長いかもしれないからもうカメラをつけて武田天心どっちが勝つんだろうって2、まあ、人が試合することに動画を撮ってたからそのやり取りをずっとやってきて<ー>そう僕はなんかずっと天心生意気だし <laughs>、うん、<laughs> 僕の好きな選手に勝ってきてるからもう負けろ負けろ<ー>もう負けてくれって結構長い間思ってた人なんででもそこで勝っちゃうから。 うん、だからもう好きになってしまったっていう感じですね。うもうこの人は負けないなって、はい、逆にファンになったっていうところなんでだから苦手って考える人は全然理解できる <laughs> っていうこと。そう でもその時代から那須川会長は僕たちの YouTube を見てたんですよ。<ー>うん、そうなんですだから僕がケル大ファンで <laughs> っていう感じでもうずっとそれが面白いって那須川会長が見てて <laughs> でも那須川天心のナンバーワンアンチは那須川会長だからアンチ言うとあれなんですけど一番批判の悪いところを指摘できる、はい、するのは那須川会長だから、うん、そうですね那須川天心選手に中指立てられる人は那須川会長ぐらいです。<laughs> もうそうですね確かにまあまあその那須川ファミリーはみんな結構キャラクター強いですね <laughs> 本当にそう弟さんが出たのも<と>、はい、あ <laughs> あそうですかあれもしっかりしてる人ですよね <laughs> 妹さんとかも一番下はってないんですけどもあのー、天心妹龍神でまた妹なんですけど 2>,、はい、その2番目の 風間さ,さんとあの元ライズのキックボクサー一回天心としてる風ネさんがこれ行っ,っていいのかなでもまあ一緒に居酒屋してるんですよ風ネと那須川天心の妹が、えー、か僕もご飯普通にうまいから行くんですけどなん,かなんかみんなやっぱりその自分を持ってる人なんですね那須川ファミリーはっていう感じ女の子もこんな感じで。 まあやっぱり遺伝ってすごいですね。<laughs> 本当に兄弟とかいますか。あ、自分あれです。弟二人いて、ああ、一、じゃあ一番長男。長男なんです<ー>で。年齢結構離れてますか。二番目の弟、真ん中と二つ離れてて、一番下と六つ離れてますね。ああ、みんな仲いいですか。どうなんですかね。もう別に全然嫌いじゃないです。 し連絡も取りますけどただなんか一緒にどっか行くっていうことはあんまりないです、ね、あああんまり会わないことです、ね、あそうなんですよあんまり会わないですね <laughs> そうですよねでも普通はそんな感じですよねはいあちなみにあの自分本名を「大輔」っていうんですよはいだその楽屋ってあの弟を2人からっつっててああはいそっからなんですよ <laughs> そうなんです,あ別にあのすごい。 あの思い入れあるとかそういうわけじゃなかったんですけどは,<ー>はいそういうことなんですねたまに直人とあのご飯行ったり飲み,飲みに行ったりするんですけどはい、はい、やっぱり驚きますねえ弟と一緒に飲みに行くんだってそうなんかおみんな驚くんですねってそうですねあんまりないんですよねお兄さんも、まあ、お兄さんちょっと遠いところに住んでるんですけどお兄さんとも仲は悪くはないけど 仲いいとも言えないんだけどでも一緒にご飯行ったりするし最終的に信用できるのはやっぱり結構なんか弟家族ぐらいになるから仲良くはないけど頼りにできるっていうのは <laughs> それ説明しづらいんですけど <laughs> あるんでそうですよねでもやっぱりそれがちょっとレアケースなんですね。そうですね、まあ、自分の周りにもいるはいるんですけどやっぱ少ないですね兄弟どっか行くっていうのは。 弟たちはボクシングえー、っとやってはないんですよあのボクシングやってるのは自分だけで真ん中が一番まともでで一番下はあのちょっとちびっこヤンキーで <laughs> ちびっこヤンキー <laughs> あの地下格とか出ちゃうようなああそうなんですね、はい、今も出てるんですあ今もう一試合でやめてくれって言ってあやめやめました <laughs> ああまあ、まあ、いい子じゃないですか <laughs> 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 なるほどね すませんトピックから超離れたんですけどまあそういうことでじゃあ,あのバレンタインさんは自由に暴れてる人です <laughs> でもなんかまあ面白いですよね面白いですよね多分あれきって、まあ、バレンタインさんって結構肌分厚いって日本語でじゃあそれ理解できるのかな違おうかういう言い方ないある肌かな肌が分厚いって肌が分厚い かいう顔の面が厚い顔の面が厚いって言うんですけど顔のそれ英語はなんか「thick skin」っていうの「thick は分厚い肌がスキン」だから日本語で「抗が無知」というか抗が無知気にしないってことですね気にしないっていうごめんなさいそういうタイプの日本語レッスンになったねそういうタイプの人間なんですけれどもあれぐらい言われるとさすがに気にするのかなって思うんですよどうなんだろうねどう なんですかね。あんまそういうところ見たくないですけどね。バレンタインさんは、まあ結構心の奥にあもしかしたらはいはい。もうでもこれで何回目っていう感じでもう慣れたら可能性もありますね。バレンタインさんは。うんバレンタインさん自分は大好きですけどね。自分愛してるよね。あの人はいああ自分あのあバレンタインさんのことあそういうこと。マイセルフもあるかもしれないですけど。バレンタインさん自分愛してますよ本当に。 でもあそうなんです。じゃあバレエさん結構好きなんですね。ああそうですね。やっぱ自分の芯を持ってる人は好きです。そうです。ね <laughs> せめて自分の芯を持ってるから、はい、それはなんかそれは尊敬できるですよね。はい、本当になんか言ってることが言ってることはちょっと反対しててもそれは譲らないっていうところは尊敬できるところはありますよね。うんということで、あのー、中谷順とバースアストラビアの話してなかった。<笑><笑>はい、あの。あの <laughs> 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 まあ KO するだろうってみんな考えてたんですけど最終的に、ね、1>, 1ラウンドで、はいはい、ボディーストレートで KO したんですがあれ驚きましたかよあれは本当にドン引きですね,ねいやもう良くないですあれ、ね、まあ僕はなんかアストラビオそんな強いと思ってなかったから中谷純とはそんな強いっていうわけじゃなく <laughs> ア,スアストラビオが弱すぎたって <laughs>。 誰も言わないですよねまあでもちゃんとまあまあピークは過ぎてますけどリゴンドーとかにも勝ってますからねまあね、はい、そうですよね <laughs> でもなんか同じこと言えるよね思えば、はい、い誰も言わないけど天智 <laughs> とあの中谷やってたやったことは同じだけどそのファンも含めて、はい、考えたものが違う全然違うっていうのがすごい面白いはい 証明してきてるから誰も何も言えないですよねでもなねアストラビオ中野潤斗選手の相手ではなかったですよねいやもう本当こういう外野から言うのはいくらでも言えるんですよねもうアストラビオ選手も絶対もう死に物狂いであの舞台にたどり着いたはずなんですけど、はい、それをもうあの左ボディストレート一発で粉砕しちゃうんで。 そうですよねそう考えると格闘技って厳しいよねはいでマジで頑張ってリングに上がったんだけどうん、うん、ああいうふうに倒されちゃうっていうか、うんまあ、かわいそうとも言,え言いたいところもありますよね、まあ、残酷ですよね残酷ですよね、はい、本当に正直白黒はっきり分かれるから結果はそれこそなんか平本と朝倉未宏もそんな感じですよね はい、あそうですねでもそう見ても格闘技ってやっぱり素晴らしいなって思うところもある、うん、そうだねやっぱり中谷隼とはベルト防衛して次は誰とやるっていう話になるんですけどそうですねあと2戦でしたっけとどまれるのなんか言ってましたよね2であっそうだね統一戦が決ま,なかった決まんなかったら多分すぐ行くんじゃないかなって僕は思うけど<ー>どうなんでしょうね どううなんでしょ僕はずっと前から絶対拓真と亡くなりは実現しないって言ってるから、はい、か見たいんだけど見たいけど僕が正しいっていうのも最終的に言いたいから <laughs> 僕が合ってかたっても最終的に言いたいからまあどうなんだろうな、まあ、ウィンウィンって考えてもいいしってて考えてもいいでもどうなるんだろうねそれが一番俺興味持ってます。ややるのかやんないのかかない そうなんですね<も>全く噂が立たないんですよねうんうん確かにでも井上拓磨は、まあ、年末に試合するんですかねどうなんだろう9月には出ないっていうことなのであ、はい、まあ12月11月12月かなどうなんだろう分かんないけどもう一回試合はしますよねと思いますはいまあそうですね年末にやってほしい はやってほしいですけど日が経つにつれてしんさんの言ってる通り実現しないっていうのが現実に帯びてきますね <laughs> うん、うん、西田選手がリングサイドで見てたっていうのは面白くないですかああれ本田会長と一緒に見たんでしたっけあそうですかあれそ,<こ>そうだな,な確かそうだったかもしれないんですけどはい。なんかあるんじゃないですかああやっぱり絡みが 出どうなんだろう、でも階級上げるって本人は言ってたと思うので、階級上げる前に、中谷るる意味あるんですかそうですよね。まあでも、最後にここで見せ場作って、階級上げて、弾みをつけたいっていうのもあるあるのかな、でも、勝てばベルト2本持つじゃん。<laughs> はい、じゃあ、また、はい、まだバンタムキーで続けたいんじゃないですか。 でも負けたら、はい、無敗の戦績を売買して上がるっていうのもよくないから、はい、上がる階級を上げるときはやっぱり勢いに乗って上がりたいじゃんそしたら、はい、上がるだけで話題になるから負けから上がったはちょっとそうですね、はい、勢いが止まっちゃうっていうのもあるし <laughs> そうです、ね、井上拓磨選手よりも西田選手と中谷選手の方ががんか話題になってないんで、うんまあ、そこまで。 求められてないっていうのはありますしね。ということですね。まあ、今後が楽しみです、どう終わるんでしょうか。でも、いやー、見たいですね、やっぱり中谷純 VS、いろんなところを見たいです。<laughs> えっと、最後の試合にならなかった試合、田中康成選手の <laughs>、はい、超かわいそうでしたね、相手が2.9キロオーバーっていうんですけど、はいまあ、軽量オーバーについて、何回か古橋さんの意見を聞いてると思うんですけど、だめ <laughs> ですよね。 そうですね良くないですはい <laughs> 2 9キロってやばくないですかはいどうしちゃったんでしょうね <laughs> よっぽどのトラブルがあったのかパスするつもりあったのかっていうぐらいのレベルですけど2.9ならそ 1>,、うん、1週間前には絶対落とせないの分かるはずなんですけどねうん,うんうんどの体力で水抜きをしようとしたっていう話になるんですけど<ー>すごいですねやばいですよ本当に。 でも、まああのー、試合はしなかったんですけどリングに上がって田中康成バムと「おかしいです」や,やりたいって、はいまあ、すごいいい、ね、マイクパフォーマンスだと俺は思ったいやあとびっくりしたのが相手陣営にちゃんと会いに行ったっていうのが初めてじゃないですかねうそういうことをしたのはあのー、田中康生ですはね、い、会長はブチ切れてましたけどあ、まあ、それはそうですよね <laughs> いやーなんかプロモーターの仕事大変だなってそれはい。四試合でしたよね対戦カードが四試合か五試合。そうですね。それで一試合飛ぶだけで結構痛いですもんね。うん、今回もあくまでえっ、ー、と羽中会長ですよね。田中、うん、が工業プロモーター側じゃないからまだオッケーだったのかなってのは思いますね。うんうんうん。そうですね。まあ次戦を楽しみにしてる。 としか言えないですね。バムかマルティネス。はい。どっちもきつい試合って俺は思うんですけど、どう思いますか。いや厳しいです。厳しいです。どっちかみたいっていうのはないですか。あ自分はバムというやってほしいっていうのはありますね。まあイオさんがマルティネスでやったんで、<ー>バムとやって指標になるかなってのはありますね。 うん、そうですねバンーー強いですもんねマルティネスは強いからはいやっぱス,、まあね、スーパーフライ級面白いですねうんうん話題になってきましたね今後が楽しみですっていうことでえー、っと皆さんの意見も聞きたいのでコメントに入れてください自由に暴れてる保津川バレンタインさんに関してはどう思いますか <laughs> そう聞くともうめっちゃアンチコメントがくるんですけどなんか。 まあたまあ、いいことも入れてください。<laughs> <laughs> 最後はフォローにもありましたね。<laughs> <laughs> <laughs> あと那須川天心はさらロドリゲスの試合に関してはどう思いますか天心次戦誰とやってほしいですかコメントで教えてください。うんうん、えっと古橋楽屋さんはパーソナルトレーニングをされていて、えー、お客さんの都合のいい場所に移動して、まあ、目的に 合わせてゴールあゴールと目的に合わせてトレーニングメニューを組み立ててくれるので皆さんぜひぜひ予約してください、はい、お待ちしてます楽しく運動できるっていうのはす、ね、すごいですもんね運動って普通なんからくてなんか痩せるために頑張るっていう感じでみんな取り組んでると思うんですけど <laughs> 楽しくできるがん、はい、そうですね。は一番とボクシングも上手くなるし。 うま、ん、くボクシングのことちょっとだけ理解してくるとより楽しくボクシングを見ることができるん思うので、ねはいうん、試合後とかいいんじゃないですか試合前予約してその試合興味ある試合についても話せるから <laughs> <ー>結構、ななんかなんて言うんだろう、まあ、パーソナルトレーニングプラスなんだこれボクシングについて話すあれってな。 なんかあれ話もできるっていうそうじゃないですけど何ですかね一日一日彼氏じゃちょっと違うななんかホスト <laughs> <laughs> ホストではないけどまあなんかとりあえずボクシングの話ができるっていうことであとはいやねボクシングも習えるし運動もできるしぜひ概要欄から予約してくださいあとはそのチャンネルの登録ボタンそれをスマッシュしてくださいいいねボタンですら、right、はそれもスマッシュしてくださいお次にすぐまたお会いしましょうバイバイ